それもやっぱりこう上野さんが出すカーの世界で、それこそこう14歳の少年と72歳のおじいちゃんがこう同じところでもバトルしていると、はい、そういうやっぱりところを見ると、やっぱりそれこそこう、まあ、いろいろ言い訳したくなることはありますけども、はい、年齢がとか、はい、お金がとか、はい、やっぱりそういうのをこう差し置いても、こうやっぱり人間の能力ってそんなに変わらないんじゃないかなっていうことを、まあ、余計にこう実感されてるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、レースなんか特に自分がどれだけね気付けて走っててもぶつけられてクラッシュして終わるとかね、はい、なんか、まあ、そうやって日常生活でもある、はい、もう共通することやと思うんですよ、はい、自分がちゃんとやってるのに交通事故もそうですよね、はい、いきなりぶつけられたりとか、自分もいきなりぶつけてしまったりとかで、はい、人の人生を狂わせることもあるし、なんかそういうふうなのと一緒で、最初から諦める14の方が有利やとかね、はい、僕はナスカ乗ったことないからどうせやってもあかんやろとか、はい、うわ思わなかったですね、なんか面白そうやんっていうのが買ったというか、うん、なんかナスカってピクサーのアニメのカーズっていう、カーズですね、あれのモデルになってるんですけど、はい、本当ね競輪場みたいな傾斜がついた大円形のコースをぐるぐる回るんですよ、はい、でまあ普通車のレースやってる人でも怖いっていうんですよ、あの競技は、はい、それはミスしたら即壁に当たるんで、あ、なるほど、その衝撃がすごい実際来るんですけど、はい、まあでも僕にしたら面白いが勝ちましたね。なるほど、うん、ぶつかっても、まあ、車ってね守られてるし、はい、そないに死ねへんやろみたいなこう、ね、それこそカーズの中でもすごいクラッシュのシーンが、はい、あったりしましたけども、やっぱり現実でもああいうクラッシュとかもありますよ、ね、たくさん起きてるわけですよね、はい、まあなのでこうそういうのをこう、まあ、目の当たりにしたりとか、はい、こう巻き込まれちゃったりとか、はい、こうしてやっぱ恐怖感とかそういうのは なかったですか。これがね、僕は本当そこは頭が空っぽなのかないです、ね。あ、そうなんですね、はい、人がレースしてるのを見たらうわ怖いって思うんですよ、はい、でも自分が乗ったらどうやって速く走れるのとか、あ、なるほど、なその自分とこどんどん離れていくトップ集団がおったら、はいはい、この人らと僕は何が違うのと、まだこのなんでなんで病が始まるんですよ、はいはい、でそこからこう縮めていく作業が楽しいというか、はい、縮めていって追い抜くのが楽しいっていう、なるほど、うん、恐怖心は、まあ、全くないって言ったら嘘になりますけど、 そうですね、それよりかは、うん、どうやって速く走れるんやろうが、うん、勝ちますし、なんかね自分の中でどっかもうそこでなくなるっていうのは仕方がないことみたいにちょっと考えてる部分があって、はい、でその何も考えんともう投げ出してる仕方がないじゃなくて、はい、自分の最善を尽くしていったら、はい、導かれるようにその結果が出るはずなんですよね。で僕いつもあのそれこそ神社に行ったら、はい、神社行ったら何頼みます？健康で入れますよですね、僕は。ああ、はい、健康で入れますように。他はあんまりそういうお願い事をしないですね。はい、はい、なんか一回そのそういう神道に詳しい知り合いから、はい、お参りってそういうもんじゃないよって一回怒られたものがあって、はい、お参りっていうのはその神社にこう何々できますようにお願いするんではなくて、もう普段からこう定期的にお参りに行っていつも見守ってくださってありがとうございますと、はい、そういう気持ちで手を合わせるもんだから、そのたまにこう初詣とかで行ってそんなお願いして、叶うわけないやろ怒られたことがあって、まさに神だろあれしてくれこれしてくれってね、はい、でまあそれを聞いて、まあ、確かにその通りだなと思ったんで、うん、頻繁にお参り行くわけでもないですけど、やっぱりそういう機会があった時はまあそのまあ、自分の健康ぐらいは、はい、お願いしてもいいかな
あとは、ね、あとはもう頑張りますんでよろしくお願いしますみたいな感じで、あの手を合わせるようにっていうのは、私はその話を聞いてからちょっと意識するようにしてます。でも僕もまさにその通りで、はい、僕は普段ちゃんとしとくから、はい、チャンスだけ今年も1個2個ちょうだいって、ね、なるほど、そこは平等に、はい、チャンスだけはちょっとこうプロッと落としてくれたら、はい、もうバーって拾いに行くんで、それだけちょっとお願いしますわみたいに。なるほど。だその脚力つけるのは自分でやるし、はい、腕も伸ばせれるようにこう毎日練習もするし、はい、ただチャンスだけこうポトってなんか落としてほしいなみたいな、うん、だ毎日別に神社行かへんかってもそうは思ってますね。なるほど。今日は何を拾えるかなとか、うん、どんななんかね次につながるチャンスに今日は巡り合うんかなとか、うん、だからそう考えたら毎日も楽しいですし、うんうん、でなんかね新しいことどんどんやるより、はい、同じことを僕するの好きなんですよ。なるほど。その方がなんか同じことやってるのに調子いい時と悪い時って絶対来るんですよ。ありますね。あるでしょ。あれなんなんやろうと思ってね、はいはい、またまたまたです、なんでなんで病、あれはなんなんやろって。それは本当に分かれへんでしょ。同じことしてるんですよ。朝僕やったら7時に起きてご飯食べて、で8時から9時まで勉強してとか、はい、なんかこう似たようなことやってるのに運がいい時と悪い時が絶対来るんですよ、うん、でその流れをより分かりやすいようにしようと思ったら、はい、余計同じことしてないと。あ、そうですね。なんか新しいことやってこうどんどんなんかね流れが変わるより、はい、日々似たようなことをするっていうのは、うん、僕のこうしたいことですね。それはもうおっしゃる通りですね。私もあのボディービルの大会に出てたりするんで、はい、あの減量をするわけじゃないですか、はい、毎日同じものを食べてるのに体重が落ちないときなんで落ちひんのやって、はい、そう、それこそ思うんですけど、おいって聞いたことありますよね。お腹とかにね、何サボっとんねんお前っていう。同じものを食べて同じトレーニングしてるはずなのに、うん、なんで変わんないのって思うときもあったりするんですけど、うん、やっぱりそのボディービルの世界でもやっぱりそういう、 こう短期的に成果が出ないときとか、こうちょっと停滞しちゃったときに、こう次々と新しいことに手を出す人っていうのは大体最終的に失敗するまあ、あのダイエットにもよくありますよね。そうですね。はい、もう丸々ダイエットみたいな、はい、こうちょっとキャッチーな、うんうん、こう一見ね簡単で効果が出そうな、はい、こう方法にいろいろ手を出しては、一時的には痩せるかもしれないけど、はい、リバウンドしてしまって、うん、元通りになっちゃう方とか、ね、すごいいらっしゃるので、まあ、それも本当にこう本質的なことですよね。地味でしんどいですけど、こうコツ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 毎日こう同じものを食べて、うん、バランスよく3食、そうね、食べて運動するっていう、なんかそういうことしてたらいろんな才能がまたねこうギフトとしてもらえるんですよね、うん、僕でも僕外食ほとんどしないんですよ、はい、でまあベース街も沖縄にあるんですけど、はい、最近農家の友達できまして、はいはいはい、その農家のお友達から野菜いただいて、はい、その野菜でメニュー決めたり、あ、なるほどなるほど、なんかそんなんしたりして、とにかくこう自炊を楽しむように、はい、ほんならそれだけでいろんな今まで見えてなかった世界が入ってくる、はい、ってなると全然違う場面に出くわした時に、はい、また見えてくる世界が変わるんですよ。あ、なるほど。その飲食店の方とお話ししても、はい、今までやったら分かれへん、なんかこういろんな背景が見えてきたりとか、はい、なんかね髪が出るというか、はい、別に特別新しいことしてなくても好きなこと、好きなことないという人多いですね。そういや、あ、それもよく聞きますね。よく聞きますね。趣味がないっていう方も結構いらっしゃるなっていう印象ですね、はい、やっぱりそういう方も、でもそういう方とこうお話ししてみると、あれあるやんってなる時も結構あるん
ですよね、うん、じゃあ休みの日何してるの、うん、だこうじゃあ適当に YouTube 見てます、うん、じゃあ YouTube どんなやつ見てるの聞いてみると、あのゲームの実況動画見てます、うん、そういうのをこう深掘って聞いてみると、あこういうの好きなんだなこの人っていうのがやっぱり見えてきて、うん、なのでこう本人もこう気づいてないというか、うん、それこそおそらくその上野さんのおっしゃるこう基礎というかこう本質的なことっていうのが本人も気づいてない、うんうん、なんかそういう方ほどやっぱり好きなことがないとか趣味がないとかこう打ち込めるものがないって、うん、言いがちなのかなって今お話を伺ってて思いましたね。なんか、ま、本当に今話をそう聞くとそういう人って受けるばっかりで、はい、自分から動いてないですね。あ、そうですね、受け身です ね、うん、なんか違うなとは思いますけどね、うん、やってみたら面白いことっていうのが多いんで、あの鍵谷さんがね、はい、やってみよう、やったらできたっていう、あ、そうですね、なんか油断あるじゃないですか、はい、周り見てなんかすごい腑に落ちるというか、ほぼ僕それなんで、はい、やったらええやんって、はい、で大概の人にやったらええやんとかって言っても絶対やらないんで、そうですね、うん、そこが違いでしょうね、うん、僕はあのマイケル・ジョーダンがね、はい、それこそナイキのブランドで、はい、Just Do It って書いてるのも、はい、あれ多くの人からしたら多分ロゴの一部なんですよ、でも意味をほんまに分かってる人って果たしてバスケしてる人でも何読んでやるなと思って、本当に強烈なメッセージですよね。もうやれよって多分ね、こう押しながら言うてると思うけどねやれよっていう、それこそねナイキだってこうマイケル・ジョーダンとコラボする前はあのブランドとしてそれほど有名に、うん、そうですね、うん、ね、あのコラボをきっかけに、うん、もう一躍トップブランドに、うん、のし上がっていったわけですから、やっぱりそういうことを考えるとあの短い一文にすごいメッセージが込められてますよ、ね、名言とか、なんか格言みたいな、あの野村監督の100の言葉とかあるじゃないですか、はい、誰々選手のとか、はい、あれってほぼほぼなんかこうそれこそこう読んでうわーってテンション上がってもう次の日元に戻るみたいなね、はい、なんか本当はもっと噛み砕いて1ページでも咀嚼して実行に移したら人生変わるとは思うんですけど、なんかこう読むだけの人がやっぱ多いとか、入れるばっかりっていうんですかね、なんかもっと経験として出すべきやとは思うんですけど、おっしゃる通りですね。ああ、ほんまですか。ボディービルとかこういうボディメイク系の競技の世界も、はい、同じようなことが結構あって、はい、今結構そのボディメイク系の競技が大会がすごい増えてまして、はい、大会に出る方がかなり増えてるんですね、はい、で、まあ、私も大会に出たりしてるんでボディービルダーみたいな体になりたいですとか大会興味あるんですって、はい、こう言ってくる若い子たちっているんですけども、そんなエントリーしたらエントリーするだけやから出たらええやん減量して出たらええやんって言うんですけど、それで分かりました出ますっていう人ほとんどいないんですよね。もうそうですね、体に自信がないとか、はい、大会で通用する体になったら出ますとか、はい、何年後やねんっていう本当にそうなんですよ、うん、そんなん出てみないと通用するかどうかも分からないし、うん、で通用しないにしてもどこを改善して次やったらいいのかっていうのも全く分からない状態なのに、それで準備なんかできないでしょって思うんですけど、でもやっぱりこうなんか失敗するのが怖いとか、こうなんかそのそれこそこう地味で辛くてこうつまらないことをこうやっていくっていうのがなかなかそういうところに飛び込めない、こう若い世代の方たちがなんか増えてるのかなっていうのは、こういうボディービルをやっててもちょっと感じる時があります。でもね、大林さんが、はい、できるわけでしょ、はい、ゆとり世代真っ只中の、はい、
じゃあなんでできんのっていう話でしょ。そうですね。もうそれはもうシンプルで、うん、勝てるまで大会出たからですよね。うん、まあそれこそこうトレーニングが好きで、はい、もう自分の体が変わっていくのが好きで、こう夢中でこうやったっていうのもあるんですけど、はい、まあやっぱりそのこう競技って相手があることなんで、はい、いくら自分がもう完璧やっていう状態で言っても、はい、相手がもっと良かったらもうあっさり負けちゃうわけですし、はい、まあ、その逆もあるわけですよ、ね、うん、実力でもう明らかに格上の相手でもやっぱり勝てちゃう時ってあるんですよ、ね、うん、私が優勝した時ってそういう感じだったんですけども、うん、こうステージ裏でこう2位になった選手をこう最初見た時にこんなん絶対勝てへんやんって、ね。はい、もうなんでこんな人出てくるのって、うん、もう本当にもう泣きそうになりながら、最初の予選審査に行ったんですけど、こう審査員の様子を見てるとあれなんか俺いいぞってなったんですよね、はい、でこう裏方の仕事をしてるこう先輩たちからも、はい、いや今日すごいいいよってすごいいいから自信持っていきなって、はい、言ってもらえて、で結局、まあ、運よく勝てたんですけども、うん、まあ、なのでこう、まあ、私もそんなにこう恵まれ、こうボディービルダーとして恵まれてるわけじゃないんで、勝つことよりも負けることの方がはるかに多いですし、うん、その度にやっぱり悔しい思いとか、うん、惨めな思いはするんですけども、やっぱりこうそれでもこうボディービルダー好きで、うん、自分の体が変わっていくのが好きで、やっぱりやりたいっていう思いでこうなんとかしがみついてたら、こう気がついたら勝っちゃったみたいな感じでしたね。その継続も大事ですし、はい、そのしがみつけるだけ一生懸命になれるもんだから頑張れるっていう、それもあるね、そういう言い方する人もおるし、はっちゅうてそれが見つかれへん人っていうか、まあね、話もございますけど、おるし、どないしたいんでしょうね、そういう人らもね、要は相談を受けるんですよ。そうですね、うん、もう大人から子供まで、はい、で子供の方が単純というか、はい、もう一回やってみたらって言ったら、こう1年後とか、ね、はい、2年後とかあったらガラッと変わってる子が多いから、子供の方がなんかね、やっぱりそういうアドバイスを吸収する力はやっぱり若い方があるのかもしれないですね。僕は結局そのやれるかどうかっていうのは踏み出せる勇気やと思うんですよ、はいはい、それができる人っていうのは根本的に自分に自信があるかどうかです、ね、それは自分が自信があるかっていうのは好きかどうかで、好きまでいかんでもすごいこう自己否定するというか、自分嫌いやって何やってもできひんとか、そういうネガティブに思ってたら踏み出したいって分かってるけど、どっかでこうどうせやっても無理やってっていうようなのがこうこっちで聞こえてくるみたいな、それをこういろんな人を見て自分とも比べて僕はできるようになったんですよ。僕ももともとすごいクソネガティブな子やったん で、はい、でそれが本当ね変わったんですよ、うん、でもその変わったのはそのさっき言ったオートバイのレース、はい、オートバイのレースしたのがすごい良くて、で僕まあ男兄弟4番目で、はい、ずっとお兄ちゃんに負けてるっていうコンプレックスの塊やったんですよ。でなんか同級生とね野球やったら上手いんですよ、はい、でも自信持てないんですよ。あ、9歳上だったらもう明らかに勝てない9歳上、7歳上、3歳上なんですよ。あ、なるほど、はい、それもなんかお兄ちゃんとずっと、まあ、比べられ親は比べてるつもりないんですよ、はい、やっぱり比べてるんですよ。うん、でこっちも勝手に比べてるんですよ、お兄ちゃんと。なるほど。で全然自信が持たれへんくてぐちゅ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 してたんですよ。もうつっついた糸引くぐらい粘ってましたわ、あの頃、はい、小中、はい、高校入ったぐらい、うん、で僕は
野球を学校先生に体罰でもうやめてしまって、はい、でちょっと横道外れそうになった時にお兄ちゃんがオートバイに熱しようかってこう助けてくれたんです。なるほど。でレースってすごく簡単で、はい、一周回ってきて速いやつがね偉いっていう、はいはい、それはおっさんであろうが、はい、若かろうが男であろうが女であろうが関係ないですよ。なるほど。単純でしょ。でしかも1000分の1秒まで俺も前より速いからな全部くっきり出るんですよ。なるほど。でそれがすごい楽しくて、はいはいはい、でぐるぐる回るたびに自分とその速い人の差を歴然たるこの数字で見せつけられて、どうやったらこれがこう縮まっていくのかっていう繰り返しをしてるうちに、考えて行動に移すっていうことを癖づいたんですよ。うん、なるほど。だ同じことしてても意味ないし、相手に勝とうと思ったら何をすべきか。で、トライアンドエラーですよ。その癖がついて、で、どんどん結果も出ていって、それが自信に変わっていったんですね。なるほど。ならこう、それこそ今まで野球で得たもの、いろんな友達関係で得たものとか、こういろんな、このいろんなものに通じる中で、僕はオートバイのレースでほとんどのものをなんかこう学ばせてもらったというか。なるほど、はい、本当にその今の、上野さんのオートバイのお話を伺っていると、こう本当に本質的なことというか、ね、やっぱり、まあ、PDCA とか言ったりしますけども、それなんですかPDCA、 あの小手先系の本にも書いてあったりするんですけど、はい、まあ、要はそのただ同じことを続けてるだけじゃ結果は出ませんよっていうことで、はい、何がダメだったのかっていうのをしっかり分析して、はい、それを改善するっていう、こうサイクルを回して、はい、プラン計画、はい、ドゥやる、はい、で C チェック、はい、で A アクション、はい、っていう形でこう原因をこうしっかり分析して改善していくっていう、その、そんなのがあるんですか、その中であるんですか、PDCA サイクルとかって言ったりするんですけども、はい、それがまさにこう上野さんにとってはこうバイクのレースでこう上位の方との差を詰めるためにどう走ったらいいのか、はい、どう努力したらいいのかっていうことをこう必死に考えて、タイムを縮めていったっていう、はい、その経験が他の分野でも通じる、本質的な部分なのかなというのを強く感じました。なんかその PCA、何でした PDCA YMCA PCDA 今初めて知りましたけど、それ大きくなんか足りひんなって思ったのが、はい、僕第3回くらいやったかな、はい、コラムで書いたのが、はい、あの考えて、はい、行動して結果を見るって、はい、で結果を見るところが僕は自分を好きになるなんですよ。ああ、なるほど。でここで自分を好きにならないと次考え方に考えるっていうものがね、はい、来た時にネガティブに考えるんですよ。はい、なら行動が踏み出されへんし、うん、ろくなチョイスをしないんですよ。でこのこう、まあ、考える行動する結果を見るっていうのがこう時間が一方通行に流れてて、はい、考えて考えて考えていつか何かをせなあかん時期ってくるじゃないですか、はい、でも考えてるばっかりやったら行動しないですよね。で行動しひんから時間経っていったらろくな結果でへんってるね。でろくな結果でへんかった、なんで結果でへんかったって考えたら自分何もせえへんかった、自分好きになれないんですよ、ここで。ってなると、また時間が経って考えなあかん時期来た時に、また怯えるんですよね。なるほど。自分前逃げたって自分よく知ってるし、でもまた行動せなあかん日来るのに、おーって何もできひんっていう。なるほど。このサイクルハマったらもう最悪ですよね。あ、そうですね。だからなんぼ PCDA で、チェックしようが、はい、ここでこう自分を嫌いにならんように、好きになれっていう前以外ないんですけど、
責めて自分を責めへんように許すというか、うん、なるほどっていう考えを持った方がなんかこう大人でも子供でも、うんうん、ええんちゃうんかなと思います、ね、確かにおっしゃる通りですね。その結果を見てこうチェックした結果俺はダメなやつやってなってしまうと、うん、次にこうやらないといけない時が来た時にこうやっぱりそれが足かせになってしまう。そうそうそう失敗っていうことももう僕大嫌いで、はい、あれって結局思った結果が出えへんかっただけなんですよ、うん、でそれって僕なんかで言ったら失敗だらけですよ。その思ったようにいけへん結果だらけですよ、はい、うん、だってまさかねそんなナスカ乗るとも思ってないし、はい、で手で作るにはもっと最高の職人さんがいっぱいおるわけですよ、はい、でもその人らにどうやったら勝てるやろうとかやっぱその時間とかけるなんていうんでしょうねこう見合う金額お金っていうのはバランス取れなくなっているんで、はい、なんかそういうのも考えていった時に結局こっちで実力手で作るっていう技術にかなえへんから負けた結果コンピューターに取る、うん、なんかそれの繰り返しやからその二十歳の自分で事業を起こした時に、はい、思い描いた僕じゃないですもんね今は、うんうん、でも僕は今誰よりも幸せやってこう、はい、思えるんですよ、はい、こんなおもろい人生ないなと明日何が起こるんやろって、はい、でそういう時でもこう毎日ベストを尽くしといたら後悔がないというか、はい、なんかあってもまあしゃあないわって、うんうん、だって自分がやってきた結果やもんっていうように思うんで、はい、なんかまたもしうまいこといけんかったとしてもじゃあ何があかんかったんやもんってまた考えたらいいし、はい、ほんで前に誰々さんに相談したり一緒にこうやったけどあかんにやったら相手変えてみようとか、はい、だからね策を変えようとか、はい、でうまいこといけへんかったとしてもああ俺頑張ったやんみたいな俺結構なんか泥臭いけど、はい、諦めんとやってるよなってここで自分を責めて許してあげれたらまた次考え方が前向きになるやろうなっていうか、うん、じゃあこういう大きいね会社の組織でみんなでこう一つの目標に向かって進んでいくときに、はい、絶対こうコンディション悪くなる人っておると思うんですよ、はい、でもその子があかんのかって言ったらそうじゃなくてその子のおかげで周りが気づくこともあるしなんかこうチームとして考えれるきっかけになるんやったらその子の、思いがけへん失敗っていうのが思うようにいけへんかった結果っていうのは絶対何かに生きると思うし、はい、うん、なんかねそれは結構チームプレイで学ぶじゃないですか。そうですね。ね、あのエラーがあってみんな悔しい思いしたから優勝できたとか、なんかそこやと思うんですよね。なんかそこの子ばっかりを責めてたら、間違いなくチームは強くなれへんかったりするし、そのね、春であかんかって夏で優勝できたとか、結果残したっていうのも、絶対そういう思いようにいけへんかった、ただの一結果。うん、をこうどう捉えるか、なんかそこだけ見てうわうまいこと言った失敗したって、うん、一喜一憂してもまあまあ人生忙しいんで、うん、なんかここだけにとらわれて前に進まれへんってこう、うん、考えが思い浮かべへんというか思いつけへんというか、はい、足も動けへん引きこもっちゃったっていうのはもったいないなと思います。おっしゃる通りですね、うん、でもこうおそらくこの会社の皆さんでもそういうふうなこうまあ旗から見たらクソポジティブな人っておると思うんですよでそういう人のこうそういう人がねなんか言語化してこうみんなとシェアできたらいいんですけど、はい、なかなかそういう人ってなんかね、感性で生きてはる人多いなって思うんですよ。ああ、なるほど。うん。だから、スポーツ選手なんかほんまそうやと思いますね。そうですね。うん。
もう感性で動いてるから分かんないですよ、周りは。なんか周りから見たら宇宙人みたいに見えて、でも本人にしたら結構しっかり考えてるんですよね、はい、うん、そこをそういうのをね、こうちゃんと周りに伝えていって、うん、なんかこうみんなが幸せになるように、うん、僕はそれがしたいなって思ってるんですよ。なるほどですね、うん、それはやはりあの我々リアルスタイルが、まあ、企業としてもやっぱりそのあの鍵谷が考えるやればできる、やったらできたこの精神ですよね、はいはい、あのをやっぱりこうスポーツを通してこういろんな方に伝えていきたいという思いがあって、まあ、このリアルスタイルの事業をやっているわけなんですけども、はい、まあ、そこがやっぱりこう上野さんとこう弊社でこう通じ合う部分があるからこそ、弊社もこう上野さんの活動をこうサポートさせていただいて、で上野さんは、このリアルスタイルのこう理念にこう賛同していただいて、こう B レジェンドを広めてくださっているということで、こうやっぱり芯になる部分ですよね。そうですね、こう人の軸になる部分というか、やっぱりそういうところをこう大事にしているからこそ今の上野さんがあって、こうリアルスタイルがあって、いろいろ活動をさせていただけている、それこそ、一つのことに没頭をして、うん、こうその中から得られるこう本質的なことをこうご自身の中で大事にしていって、もうそれさえ失わなければもうどんなところに行ってもやっぱり本質的な部分は変わらないんで、だと思いますね、うん、何も相手変えようが自分が変わらなかったら何も。そうですね、はい、それもね、英語勉強して面白かったのが、はい、あの自分が変われば相手が変わるって、はい、日本でよく言うじゃないですか、はい、あれ英語やったら自分が変わったら付き合う相手が変わるっていう、はい、それ付き合う相手って付き合う、はい、そのあなたが変わるんじゃなくて、はい、付き合う人が変わるんですよ。なるほどなるほど、うん、だから他人って結構変えれないじゃないですか、はい、だから自分が変わることで周りにそれをなんかね、引き寄せの法則とかなんかよくわからない言い方をするんやと思うんですけど、うん、だからそれも英語勉強してて何でも共通する本質的なところに触れれた瞬間かなとは思いますね。たかが言語の一つの知識のはずなんですけど、うん、その何でも共通するものに触れたがりなんで、うん、すぐそういうおーって触れた瞬間に喜びを感じるというか、うん、なるほど、はい、そういう本質的なことをこう一つずつ一つずつ積み重ねた先にあるのがこうチャンスをつかめるようになる人ということで、まあそれにはやっぱりやればできる、やったらできたの精神で勇気を出して一歩踏み出して飛び込んでみるというのも大事ですし、こうそれからこう得られた結果ばかり見てこうそれに一喜一憂して俺はダメなんだとか、そういうことを思っても良くないと。そうですね、やっぱりその結果の中で、どれが良かった、ダメだった中でも、あこれは頑張ったなとか、あでもこれはうまくいってたけどこっちがちょっと良くなかったから、これを変えたら次はうまくいくんじゃないかみたいな、そういうポジティブなこうフィードバックというか、そうですね、そういうのをこう繰り返してやっていく中で、知らず知らずのうちにこうチャンスに対する準備ができていって、うん、ここっていうチャンスが来た時にバシッと掴めるようになるということで、はい、こういろんな方にこうそういう、こう準備の大事さというか、そうですね、こう本質的なことをこうコツコツ積み重ねていくこう大事さというのを伝えていきたいなと、今後もあの上野さんと協力をしてお伝えできればよろしくお願いします、はい、思っておりますので、今後もですね、上野さんの活動に注目していただいて、応援よろしくお願いいたします。いたします、はい、それではだいぶ、長い対談となってしまいましたけども本当にね、上野さんの本当にモータースポーツのトップで、活躍されていらっしゃる選手の本当に大事な考え方、こう
活躍するために本当に必要な、それこそ本質的なお話っていうのをこう伺う、本当にいい機会だったと思いますので、少しでもね、参考になったなということがあった方は、ぜひ、これを見たこの瞬間から一歩踏み出していただいて、やりなはれっていう何でもいいんで一歩踏み出していただいて、何かにねこう挑戦をして、いただければと思います。その積み重ねが、大きなチャンスに、つながると思いますので、ぜひぜひね、頑張っていただければなと思います。はい、それではですね、長い間ご視聴いただきありがとうございました。今回は、ナスカードライバーの上野博之さんをゲストに、お招きしまして、チャンスをつかむ人、逃す人、運のいい人、悪い人というテーマで、お話をいただきました。他にもですね、上野さんに、こういう話をしてほしいよというのがあればですね、コメント欄にぜひぜひコメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。